チャット GPT ってね、まあ、人間の思考に近いとは言いませんけども、まあ、似たようなところがたくさんあるんで、それによって価値を引き出す人もいるでしょうね。私もね、い,いろいろ聞いてるんですよ。あの、チャット GPT に。まだ無料版しか使ってないんですけども、これ相場、有料版にしようかと思います。で、今ね、聞いてるのがね、結構面白くって、あの、暗号資産系とかなんですよね。今ちょっとログアウトしちゃったんで、再度ログインしてますけども。まあ、例えばね、 FX の取引戦略を聞いたんですよ FX で稼ぐためには何をすればいいでしょうか ?3 つほどの例を紹介してくださいっていうふうに打ち込むと本当に3つにまとめてね書いてくれてるんですよで長くなるんでここでは言いませんけどもまとめのところだけ読むとね 以上が FX で稼ぐための3つの例です。ただし FX にはリスクがあるために注意が必要です。相場の変動によっては損を出すこともあります。実際にトレードすることが大切です。というふうにね。これね、3つの例書いてますけども、私が多分こういうことですよっていうふうに3つの例をいつも答えてるんですよ。それと同じですよ。だから人間があの聞かれて、私にね、コンサル頼まれて答えるのと、チャット GPT に無料で聞くのと同じレベルになってるってことなんで、一気にね、私たち人間のやることっていうのが、 AI に追いつかれて私はだから私たちは人間は別の領域にまた進めるってことですよね助かるんじゃないですかこれはそう考えれるかどうかじゃないかなと思うんですよあとね AI アートのようなクリエイティブな作品に NFT が実装される未来を想像できますかっていうふうに当然私もプレゼンで言う話をねしてるわけですよ、まあ、そうすると必ずそうなるよとその可能性は高いよっていうふうには言われてますね、まあ、ただ何が起こるか分かんないからみたいなあのやっぱりね アンチテーゼも書いてあってすごいバランス取れてるなと思いますまあ、こういったことをま日々ね発信していくだけでも仕事がなくなるってことはないのかなって思いますねまあでも Kindle 出版をボンボンしていくのともいいですねなんかねある特定の映画とかそこに出てくる登場人物についてチャット GPT に聞いてそれをまとめるだけでも書籍になりそうですもんねいっらっしゃい